full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a... はい、皆さんこんにちは。コーヒー侍です。今日はですね、とあるところに遊びに来ております。僕も大好きなこのコレスを手掛ける大石&アソシエイツさんにお邪魔しております。どうもありがとうございます。ありがとうございます。今日ご紹介いろいろやっていただける永田さんでございます。はい、永田と申します。よろしくお願いします。今日はね、華やかに行こうと思いますのでよろしくお願いします。で、早速ですけども、今日はですね、コーヒー道具、このコレスを使って、コーヒーを入れて、最近ねよく流行っておりますコーヒーカクテルというのを実際に永田さんに作っていただきまして、はい、今日は僕が飲むだけというねそんな感じでいきたいと思います。今日、2つちょっとやっていただくということで、はい、アイリッシュコーヒー、ね、そうなんです。やっぱりちょっと暑くなってきましたし、はい、冷たいカクテルって飲みたくないですか。飲みたい飲みたい、熱いコーヒーがいいもうちょうど仕事も終わった時間ですし。あ、そうですね。あれ、お酒もね、もちろん入ってるわけなんで。そうなんです。カクテル、コーヒーを使ったゴールドフィルターで入れたコーヒーに合うカクテルを。そうですね、はい、オーシャン&アソシエーツさんに来てるということはコレスで入れるということなんで、コレスなんですけどもあの、僕もね結構思い入れがありまして、ペーパーレスドリップという入れ方になります。で、僕はよく動画でペーパーとペーパーレスというのをよく言うんですけども、ペーパーレスドリップというのはもうその名の通りペーパーを使わないという入れ方になるんですね。で、ゴールドフィルターというのはもう本当僕も業界に入った時ぐらいからあったんですよ。で、ゴールドフィルターって要はゴールドのこうメッキが施されているステンレスフィルターになるんですね。で、特徴としてはそのコーヒーオイルというものをダイレクトにこう抽出できるので、ってなんか偉そうに言ってますけどね、メーカーの人の前でコレスさんかと思いました。コレス広報の侍でございます。ありがとうございます。いや、もうそれだけね思い入れがあるんですよね。コーヒーオイル、これ賛否両論はあるんですけども、ペーパーを、ね、使って入れるコーヒーというのはどっちかというとすっきり美味しいコーヒーのドリップと、はい、このステンレスフィルター系を使うと、コーヒーオイルをダイレクトに抽出できるので、どちらかというとパンチ力の、ね、あるような感じですよね。そうですね、結構がっつりコーヒー本来の味をそのまま抽出できるようなフィルターですね。そうですね。だって今回のこの、コーヒーカクテルには結構合うんじゃないかなと、コーヒーが負けないっていうちょっと想像をしてるんですけども、はい、今回この、アイリッシュコーヒー、そして、もう一個ですね、すみません、カフェモヒート、はい、ちょっと噛んじゃった噛みましたよね、拾おうか迷ったんですけどちょっとね、お試しでちょっと飲んでちょっとテンション上がっちゃってカフェモヒートですね、この2つを今日はねやりたいと思います、はい、今回このレシピを作っていただいた方が有名な方だと。そうなんですよ。ジンのビーフィーターっていう、ここにポンって出てきたら分かるかもしれないですけど、ちょっと出しておきますそれの日本チャンピオンになられた大竹さんっていう方にオリジナルでレシピを作っていただいた、これすに合うカクテル、日本チャンピオン作って、日本チャンピオン、はい、いい響きです。絶対美味しい。そんな有名な方が今回このコレスで合わせて作っていただいた、はい、これは面白そうですね。めちゃくちゃ美味しいし、めちゃくちゃおしゃれで映えます。映えるいいですね。映えるという言葉、最近僕ちょっとよく反応するんですけどじゃあ今日はそれを、作っていただけると、はい、ということですね。楽しみですね。まずコーヒーカクテルを作る前に、はい、ざっくりですね、私が大好きなものを紹介していきたいと思います。お願いします。コレス広報ですから、はい、もうぜひぜひいっぱい PR してください僕がもう本当思い入れのあるもの、これラッセルホブス、これコレスじゃないんですけど、ラッセルホブスというですねメーカーの、電気ケトル、これですね、僕も10年以上使ってるかな。 ありがとうございます。もう僕のボロボロになったところありますこれはね、もう当時その電気ケトルで出てきて、その当時はやっぱりお湯を沸かすだけっていう
ケトルばっかりだったんですよね、はい、その中でコーヒーのドリップもできるというので出てきて、最初ねこの注ぎ口にびっくりしたんですよ。やっぱりそうなんですよ ね、ここにかなりこだわりがあるんです。そうですよね、はい、この注ぎやすさそのまま沸かして注ぐことができると、はい、なのでそのなんていうんでしょう、もう今でこそね電気ケトルこういったタイプたくさん出てきましたけど、はい、僕の知ってる限りではその一番最初のなんか歴史を刻んだ道具かな、それがこのラッセルホブスカフェケトルと。でですね、こちら今日ね、やる、まあ、メインというかコレスのゴールドフィルターというねものになります。ものになります。僕がこんなに喋っちゃっていいんでしょうか。もうお願いします、広報さん。あれです。間違ってたら、パーンって当たれる。パンって、わかりました。ゴールドフィルターは、24金のメッキを施してあるんですよね、ステンレスの。で、これってすごくて、通常のステンレスフィルターっていろいろあると思うんですけど、やっぱりその金属臭がしてしまったりとか、そういったことがあるのに対してこの金メッキを施すことによってコーヒー本来の その味をですね壊さないというか邪魔しないっていうね、そういった特徴があるんですね。でそのステンレスフィルターの中でもこのゴールドフィルターというのはもう僕の知ってる限りではこのコレスがまあ代表格というか、もう他にないっすよね、金属のこういったコーティングしてるの見たことないかな。そうなんですね、だと思います、まあ、僕の知ってる限りでは他には見たことがないという感じですね。これもね今バージョンどんどん変わってきてますけど、はい、本当ね初期の頃のものから僕触ってたんで、透明の台座の時ですか。あ、そうですね、その、はいはい、まあ、なんかすっごい昔、まあ、ちょっと昔の動画見てみようかな自分結構、ね、触ってました。 ありがとうございます。ほんとね、コレスがいい、あ、いいんですか。あ、どうぞどうぞ。いいですか、すいません、答えしますか。おっさんは下がれ。サムライさん、聞いてください。この独自の縦型メッシュっていう風に言われていて、この網目の形をよく見ていただくと縦に穴が開いてるんですね。なのでお湯が抜けやすいというか目詰まりをしにくいっていう特徴があるんです、うんうん、なので、まあ、いろんな金属フィルターありますけれども、この縦型メッシュはコレスの独自の形なので、うん、特徴の一つでもあります。なるほど、お手入れすごく簡単ですね、うん、金属系のフィルターだと目詰まり問題というのがそのダブルメッシュのものだとあるんですよね。ダブルメッシュとシングルというのが2タイプあるんですよ。ダブルメッシュというのはその微粉をより抑えることができるんですけど、その代わり目詰まりを結構してしまうという弱点がある。シングルフィルターの場合はどちらかというと微粉が若干ねちょっと気になるっていう方もいるんですけど、その代わり目詰まりはしにくいといったようなね、そんな感じがありますね。こちら今日使用するのが、はい、コレスのシングルカップゴールドフィルターといいまして、見た目なんだろうと思うんですけれども、マグカップの上に直接置いて1杯分を手軽に抽出できる専用フィルターになります、うん、とっても簡単。いっぱい用だからね。一人でこうオフィスとかでね、入れるのいいですよね。はい。なるほど。じゃあ今日はこれを使ってコーヒーカクテルを入れていただけると。はい。永田さんの方に。入れます。ということで、ぜひよろしくお願いいたします。はい。はい、ではですね、今日は、永田さんと一緒にいつものやつをやりたいと思います。はい。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ。いってみよう。準備していただきました、はい、では、アイスアイリッシュコーヒーアイリッシュコーヒー作っていただきます、はい、楽しみです。よろしくお願いします。お願いします。では早速作っていきます。まずこの氷を入れたグラスにウイスキーとシロップを注ぎます。入れちゃいますね。で次はこちら氷を入れたサーバーにコーヒーをセットしてます、はい、シングルカップゴールドフィルターです。あー、1杯分専用のフィルター。急冷式でね、急冷式で氷で入れるという感じですね、はい、冷たいコーヒーを今から入れていきます。まず蒸らしで 20g ほど入れます。で
で30秒ほど蒸らします。蒸らしてます。はい、いきます。はい、蒸らしました。次はドリップですね。はい、ドリップ、こう簡単なんです。こう注ぐだけなんで3回ぐらいに分けて 110g になるまで注ぎます。こう上に水位がいったらもう一旦手を止めて、でまた減ってきたら注ぐだけなのでとっても簡単です。3投目注ぎます。110g になりました。じゃあこれは終わったらお皿に置いてちょっと待ってます。そしてこちらのグラスも少し混ぜます。からかけちゃいます。いきますよ。腕の見せ所。上手にできるかな。練習した。すみません、私一つ工程飛ばしました。では生クリームを入れる前にこのグラスの中のコーヒーをかき混ぜます。さあ、そして、来ました、大事なところです。はい、長田さん、2回ぐらい練習したけどできるかな。いきますよ。どう、いや、いいんじゃない、いいですか、あ、いいんじゃないですか。おお、で、あー、ちょっと混ざったかな。ちょっと判定はセーフ。さあ、これは決めるのはご少佐様です。ツートーン、あ、でもツートーンになってます。ツートーンなってますよね。 ありがとうございます。よかった、おたけさんできました。いいですね、私、おたけさん、おたけさんできました。でもなんか大竹さん多分んって言うかもしれない。いや、ちょっと濁ってる。いいんじゃないですか。美味しいはず。あ、美味しい、美味しければいい。美味しければいいんですよ。これはですね、これ、あの、この撮影の前に練習してました。すごい練習してました。すごい、はい、できました。はい、ありがとうございます。じゃあこの後実食、食実飲。はい、ありがとうございます。できました。できました。今どんなね、僕がハンディでねやって撮ったんですけど、頑張っていただきました。私的には 100点に近い。素晴らしいね。でもなんかさっき本当は、うん、生クリームもうちょっと少ないんだよって言われて、そうね、生クリームは好きですよね。大好きでは早速いただきます。どうぞ。これがアイリッシュコーヒー、はい、キンキンに冷えてうまそう。コーヒー飲みました。コーヒー飲みました。ナイス生クリーム。もう一回どとかで、グビッと。おどうですか。あ、でもね、美味しい、ちょっと生クリームね多めですけどこれ調整していただいていけると、はい、そうですことですね。大人な味っていうんですか、生クリームの濃厚さにやっぱりこのペーパーレスで入れるパンチ力があるからコーヒーがね負けてないんですね。そうですよ、ちゃんと引き立ってて生クリームでまろやかになってキンキンみたいな、はいはい、ウイスキーも入ってますから。ウイスキーですね。もう今ね夜景が綺麗なんですよ、ここ。もうムード漂う感じで。私、女侍になって。くのいち、はい、くのいち、それ、くのいち、ノンアルで。女侍で。はい、女侍で。ノンアルで。はい。大竹さん、すごいですよ、これ。日本チャンピオンですからね。さすが日本チャンピオン。はい。ぜひね、今度、大竹さんに作ってみよう。
え、失格ですか？そうそうそう、ちゃ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 、そうじゃん、そうじゃん。でもぜひ大竹さんに。そう、なんか実際にこれ作った方のやつはまたどうなんだろうっていうちょっと興味も湧いてきたなっていう感じ。全然満足してないじゃないですか。どんなこと？悲しい。いや、そんな。いや、でも美味しいですよ、すごく。うん、これ誰でもって言っちゃあれですけど、はい、簡単に作れます。あのコーヒーね、さっき入れていただいて。氷をこうちゃんと入れてその上にこうゆっくり注ぐみたいな感じにするとツートーンがねちゃんとできるかなという感じだったので、意外とこれ皆さんできると思いますので、はい、ぜひねこれを試していただければ面白いんじゃないかな。はい、試していただきたいです、ね、でもその時はやっぱりあのペーパーというよりかはやっぱりこのペーパーレスのこのコレスのゴールドフィルターでやるのはやっぱりバッチリ合うと思いますよ、これ間違いなくね。いや、美味しかったです。ありがとうございます。よかったです。酔っ払っちゃいそう。ではね、続けてカフェモヒートに移りたいと思うんですけども、はい、今回、紹介する、こちらの コーヒーカクテルのレシピはですね、コレス公式ホームページの方でレシピが載ってると、はい、いうことなんで、概要欄載せておきますので、ぜひね、見てください。では、2個目、はい、本日2個目のレシピまた中田さんに作っていただきます、はい、このムーディーになりました、急に照明がいい感じですね。照明がいい感じでもうこんな感じですよね。お酒回ってないですか、ちょっと待ってください。ちょっと待っていけませんね、これね、はい、真面目にやりたいと思います、はい、はい、ではカフェモヒート、はい、なんか噛むんですよね。カフェモヒート、はい、いきたいと思います。さあ、では早速作っていきます。まずこちらのグラスに砂糖とラムを入れます。砂糖ラム、はい、甘いカクテルですね。ラム入れます。で、次にコーヒーをあらかじめ抽出しておきましたので、はい、こちらを少し入れてお砂糖をちょっと溶かしていきますね。ちょこっと入れて溶かします、はい、で、次は冷たいカクテルということで氷を入れていきます。もうたっぷり、はいですね、はい、レモン、もうシャレオツですよね、この辺ね。ね、しまいます。しまります。レモンが入りました。もう一個ぐらい入れますね。あ、これはまさかの自家栽培の自家栽培ミントです。ミント、オイシアンドアソシエイツミント作ってます。自家栽培の可愛いミントちゃんを入れます。そして混ぜます。ちょっとうまく混ざらないですが、こうやってミントも下にこう入れながらしっかり混ぜていきますよ。ちょっと香りすごい、香りが香ります、漂ってきました。こちらのもう皆さんにも香りをお届けしたい、爽やかです。この残りのコーヒーを注いでいきます。おお、いい感じですね。さらに最後に、まだ映えということで、映え再登場です。こちらの自家製にございます。自家製に再び自家製ミントちゃんをちょんちょんと、あー、これすごい、すいません、私すごく大事なもの忘れてました。ちょっとモリモリになっちゃったんですけど、トニックオーダーをただのアイスコーヒーになった、アイスコーヒーと、はい、ということでテイク2ではないんですけど、そのままいきます。はい、今中田さんが氷を取りました。こっからいきます、トニックですね。はい、このもう一度言いますが、イギリスのフィーバーツリーさんのトニックウォーター無添加です。こちらを注ぎます。はい、なるほど、いい音ですね。で、もう一回
見栄えに。あ、まだ来ましたね、はい、自家栽培のミント、ミント3回目でございます。ちょっと乗せて、はい、いかがでしょうか。じゃあミントが加わるだけで、なんすかシャレを使う。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。うよ曲折ありましたが、いろいろありましたね。無事あこんなのもありかなと。本当に永田さんは結構天然な感じなのかな。全然そんなことないんです。で、はい、ではね、カクテルいただきます。はい、ちょっと混ぜていただいて、もうキンキンにね、はい、冷やして、このミントがすごいいい香りです。これ爽やかな香りがしますね。爽やか、めっちゃ爽やか。よくかき混ぜた方がいいですよね。そうですね。それではいただきます。どうぞ。お、え、結構いきますね。爽やか。炭酸のトニックのシュワシュワと。トニックもいいですね。うん、で、このさっきとあのアイリッシュコーヒーの時とはまた違って全然爽やかで、はい、コーヒーのこの豆なんですかね。結構フルーティーな感じの豆ですかね。引き立ってますね。で、やっぱり負けてない。で、ミントの爽やかさが鼻に抜けて、コーヒーの香りがふっときて、で、シュワシュワ美味しいみたいな。食レポ上手ですね。ありがとうございます。これは夏にいいかもしれない。本当にさっぱり。おしゃれ。おしゃれ。作り方もね、コーヒーをもうあらかじめドリップしておけば、はい。混ぜるだけっちゃ混ぜるだけ。そうなんですよ、すごい簡単、まあ、そうですよね、はい、決め手はこの自家栽培のミントができるかどうか。これあの普通のミントで大丈夫だと思います、はい、普通のミントで。自宅で皆さんもお家がバーになっちゃう。バーになる、はい、この照明と、はい、ぜひこれは作ってバー気分を楽しんでいただければと思います。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。今回はね、2つのコーヒーカクテルを作っていただいて、はい、2つとも本当美味しかったです。ありがとうございます。しかも作り方が簡単なので、はい、ぜひね、これはお試しいただけると思います、はい、で、作り方ね、さっきも言いましたけども、コレスの公式ホームページの方に、レシピが載っているということなんで、はい、概要欄に載っけておりますので、ぜひね、見てみてください。はい、まあ、今日本当楽しかったんですけど。楽しかったですけど、よかったです。いや、こうやってね、気軽に飲むのはね、コーヒーはいいんですよ。そうですね、僕がね、いつもコーヒーは自由だというのは、はい、まあ、もう型にはまらない、もう楽しく嗜好品なので、やっぱ人生を豊かにするといったね、そういったものだと思うんですよね、コーヒーって。なんで、こう楽しみながらやるっていうのはね、本当にこれは楽しく人生をいいものにするというようなね、そんな感じかなと思います。じゃあ今日は大成功ですか。あ、大成功ですね。大竹さん、大竹さん、今度ちょっと作ってみてほしいです。待ってます。私も待ってます。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様、最後の振り一緒にやっていただいてよろしいでしょうか。はい、それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。バイバイ。